はデパ地下グルメうまいもの調査隊のなおです。今日は京都から阪急梅田本店初出店のお店蒸し屋しないどころギニギニやってきました。こんにちは。こんにちは。蒸し屋しないってどういう意味なんですか？はい、蒸し屋しないとはブーブーとなくお腹の虫を養うという意味なんですよ。へえ、面白い。虫を養うっていうことなんですね。はい、はい、では早速調査したいと思います。こちらは当店自慢の京カリン町でございます。京都にちなんだ名前がついているんですよ。これは何ですか？こちらは一番人気のきんぴらごぼう味でございます。よろしかったら、はい、お味見てください。きんぴらごぼう味いただきます。ごぼうそのままの味がします。なんかピリッと辛くて癖になりますね。はい、こちらは嵐山でございます。どうぞ。いただきます。黒糖の甘さが程よくてねっとりとした食感がこれぞかりんとうっていう感じですね。はい、こちらはおとわでございます。お野菜が4種類入っております。まずこちらのグリーンのがほうれん草味でございます。こちらがごまの味でございます。こちらがじゃがいもの味でございます。こちらが人参になっております。ちょっとどれかいかがでしょうか？じゃあほうれん草をいただきます。はい、野菜本来の味がしっかり出ています。色もカラフルで綺麗ですね。そうですね。はい、こちらは風神のごま味でございます。どうぞ。ございます。ごまがたくさんついています。いただきます。ごまの風味がふわっと香ってとっても香ばしいです。サクサクとした食感がいいですね。はい、当店のかりんとうは素材にこだわっておるんですよ。お茶受けにはもちろん、コーヒー、紅茶にも合うと思います。蒸し屋しないどころにぎぎの京かりんとう詰め合わせ、たくさんの種類が楽しめるセットになっています。おすすめですよ。ぜひ阪急オンラインショッピングでお取り寄せしてみてくださいね。以上、デパ地下グルメうまいもの調査隊でした。また来週。